エコです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今回ですね、なんと、初めて Uber Eats で韓国チキン頼んで食べてみたです。イエーイ。エコは Uber Eats を頼むのが初めてで、すごい取りに行くときドキドキしました。今回はこちらのチキンを食べていきたいと思います。それでは、どうぞ。じゃあ早速開けていきたいと思います。では開けていきたいと思います。開ける前からすごいいい香りがするので楽しみです。どっから開けるの、どうやって開けるのが正解か分かんない。オープンこんな感じで、ちょっと思いにくいんですけど、今回はタッカンジョンとヤンニョムチキンを頼んでみました。すごい美味しそうな匂いがします。どっちがちょっとヤンニョムチキンでタッカンジョンかっていうのはちょっと分からないんですけど、なんかタッカンジョンの方がサクサクしてるって聞きました。写真撮ります。それでは早速食べていきたいと思います。このエコはタレがついてる系のチキンが結構好きなので、もうずっと Uber Eats も頼むのが楽しみだったし、チキン食べるのもすごい楽しみでした。で、今回はドリンクもあるので一緒に飲んでいこうと思います。韓国のぶどうジュースみたいなやつを飲んでいきます。なんかぶどうだから紫なのかなと思ったら結構マスカットみたいな、あ、マスカットでした、マスカットでした。こちらも一緒に飲んでいきます。じゃあまずチキンを一つずつまずは食べていこうかなって思います。ポテトサラダみたいなのとか、コーンスローとかポテトサラダ、あと大根があります。ではいただきます。まずこっちのちっちゃいサクサクの方から食べていこうと思います。だからこれは多分タッカンジョなんだなって思います。いただきます。めっちゃ美味しいです。少しピリ辛なんですけど、すごいサクサクしててタレが甘辛な感じでめちゃくちゃ美味しいです。すごい美味しい。本当に韓国チキンを初めて食べるんですけど、こんなに美味しいんだって思いました。ではジュースもいただきたいと思います。なんかすっきりしてて美味しいです。あとこっちの大きい、多分ヤンニョムチキンだと思われる方を食べていこうかなと思います。いただきます。こっちの方が割と甘くて美味しいです。めっちゃ美味しい。かぶりついています。こっちの方が割とタレが濃厚な感じがします。どっちもナッツがかかってて、タッカンジョンだと思われる方はピーマンの輪切りみたいなのが入ってて彩り鮮やかで、ヤンニョムチキンだと思われる方は骨がついてて美味しいです。この間インスタライブで正方形チャレンジみたいなのをやってるって言ったんですけど、その後いっぱいインスタで正方形チャレンジやってみたよとかを言ってくれる子がたくさんいて嬉しかったです。ありがとうございます。美味しい。びっくりした。なんか今こういう感じでタピオカみたいな感じのマスカットの果実みたいなのが出てきました。めっちゃびっくりしました。ボーンって。いただきます。マスカットの味がします。で、正方形チャレンジが未だに結構成功したことがなくて、成功するって言ってもその半分に折ってはみ出た部分切って、なんかまあ左右対称な図形になったかなっていう感じで、数学が苦手なのでもうちょっと練習しようかなと思ってます。なんかピリ辛なんですけど、ピリ辛が辛すぎないみたいな、チキンと程よくマッチしてくれるピリ辛な感じがすごいいいです。最近お部屋の模様替えをして、前は結構自分の好きなものとかを壁に貼ってたんですけど、部屋の模様替えをしてからはシンプルなおしゃれ女子な感じにしようかなと思って、お部屋だけでも女子力
あげみたいな感じに写真とかを貼るのが流行ってるじゃないですか。だからそれをやってみました。なんかたまにシナモンの味がします。シナモンのやつ結構好きなので私には最適です。めっちゃ美味しい。意外と頼んだ時よりも結構量が多くて、パーティーパックみたいな感じで大人数で食べたいなっていう時はこれくらいの量が適していると思います。全部食べきれるかな。美味しいのには全然変わりがなくて、いくらでも食べれそうです。家にいる時間は工作をすることが最近はめっちゃ多くて、エコのインスタでも言ったんですけど、母の日に仕掛けアルバムをプレゼントしたり、家でまあその仕掛けにハマって硬い紙に他の仕掛けを作ってみたりとか、 YouTube を参考にして作ることが結構最近多くて、そこでも正方形チャレンジ結構練習したりしてます。あと今作りたいなと思ってるのが、あ、そう、ディズニーのあのアトラクションを家で再現して楽しむみたいなやつか TikTok で見て、それをめっちゃやりたくて、今何どういう感じにしようかなっていうのを頭の中で考えてます。エコは結構達観状が好みかもしれないです。あのサクサク系が大好きなので。多分皆さんも学校から課題とか出されることがあると思うんですけど、結構計画性がないので、学校に提出しなきゃいけない日にめっちゃ焦ってました。この間は夏休みとかもやばかったし、小学生の頃も休みの時とか宿題は出さないでほしいっていうくらい本当に間に合わなくて、宿題が嫌だっていうかはやろうとは思ってるんですけど、でも計画性がなくて全然終わらなくて溜め込んじゃって、あ、やばい、明日じゃんみたいになって、あと1週間じゃんとかなって、やばいです。あと何個くらい見たか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個くらい試験が2つ合わせて残ってます。食べられるかな。一人でこんなにチキンを食べるのは初めてかもしれない。結構口がヒリヒリしてきました。タレに細かい唐辛子みたいなのが入ってて、多分それが結構口の周りにヒリヒリさせる感じがあります。あと10匹くらい、10羽くらいあります。では最近やった面白いことをお話ししたいと思います。お菓子作りをしたいなって思ってて、ずっとお菓子作りで、したかったのがメレンゲクッキー、ワンちゃんの顔のプードルみたいなやつあるじゃないですか。あれをやりたくて、ずっと絞り袋とかもめっちゃ前から用意してたりしてたんですけど、いざ作ろうとなって、卵の卵白だけを使うじゃないですか。あれって卵白卵黄って分けなきゃいけない時に、なぜか卵白を卵黄が使うと思って、卵黄しか取ってなかったんですよ最初。え、やばい、卵白必要なんじゃんって思って、途中からめっちゃ卵白を集めるようにして、でも最終的にちょっとだけ卵黄が入っちゃったんですよ、卵白のところに。それで泡立てても何時間も泡立てても、何十分も泡立てても全然メレンゲになってくれなくて、でそのうち夜になっちゃってもう諦めました。もうチョコ弁とかも買ってすごい準備満タンだったんですけど、失敗しちゃったのがすごく悔しくて、その1週間後くらいにもう一回やり直したら、なんと成功して可愛いワンちゃんができました。美味しいです。とてもとてつもなく。最近はスイッチのマリオカートをどうやったらうまく神業裏技みたいなのを使って
どうやって早くコースを進めるかとか、どんなアイテムがいいのかとか、どんなカートとかタイヤとか屋根羽みたいのが似てるのかなっていうのを YouTube とか見て練習してます。気になるのが集まる動物の森なんですけど、あれってどんななんですか？すごい気になってて、最初が何もないから自分で作れる、服とか作れるって聞いて、あとお家のデザインとかもできるのかなと思って、今度ちょっと試しに買ってみようかなって思ってます。ではこちらのコカ・コーラです。安定の美味しさって感じ。ちょっと気になるこちらのミニお惣菜を食べていこうかなと思います。まず私が好きなポテトサラダを食べていきます。いただきます。美味しい。クリーミーで、たまにじゃがいもがそのままポロって切ってあるのが入ってるんですけど、それとかコーンの食感がめっちゃ弾力があって美味しいです。このチキンのピリ辛にこのポテトサラダの甘さがすごい合ってると思います。続いてはこちらのコーンスローっぽいのを食べていこうかなと思います。こちらもコーンが入っています。いただきます。これは結構さっぱりしてる味で、コーンの甘みとキャベツのシャキシャキ感がすごいエコ的には大好きで美味しいです。これもタレのこってりさとこちらのコーンスローのさっぱりさがすごい合うと思います。交互に食べていくと結構美味しいと思います。で引き続きチキン食べていきます。すごく甘い。甘辛。ピリ辛なので、ジュースがめちゃくちゃ進みます。めちゃめちゃ美味しいんですけど、お腹が結構いっぱいになってきました。じゃあこれでラストにします。家にいると携帯を見る時間が格段に多くなって、ネットのお洋服とかコスメを見る時間も多くなって、見るのはいいんですけど、なんか全部欲しくなってきちゃって大変です。でこれの半分でやっぱり終わりにします。はい、ここで終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。まだまだいっぱい残っちゃったんですけど、これは後でゆっくり全部食べていきたいなと思います。一人でこれくらいチキンを食べたのは初めてだし、このマスカットのジュースもすごい美味しかったです。また今度 Uber Eats でチキンとか他のハンバーガーとか頼んでみたいなって思います。すごい美味しかったです。私的にはタッカンジョンが好みでした。このミニお惣菜たちもすごく美味しくて、皆さんもぜひお家にいる時間チキン食べてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。